だって明日も学校でしょ。これからはずっと一緒にいるんだからね。うん、おやすみなさい。お前、分かってやってるだろう。まったく。ん？なんだ？まあ、いいんじゃないか。お前が幸せなら。部屋にいる。じゃあな。おい、俺の方に肉が2つしか入ってないんだが。知りませんよ。配膳したのは貴様だろうが。嫌ならそれぐらい自分でよそってください。お前、分かってて肉を2つしか入れなかったな。だから自分で入れればいいじゃないですか。ああ、もう鬱陶しい。しかし一向に目覚めないな、こいつ。ええ、コンタクトが取れたのも一瞬みたいでしたし。ああ、ちょうどよかった。お母さんから電話。ごめん、帰れなくなっちゃった。今はね、コンゴ川。そう、模型でムベンベを探してるっていう探検隊に同行してるの。模型でムベンベ捕まえたら見せてあげるからね。
あらあら、お父さんたらはしゃいじゃって川で泳ぎ始めたわ。あんなに楽しそうに泳がれると森を突き刺したくなるわね。じゃあね、また後で。おばさん、なんだって？そうなの？残念だね。どうしたの？包帯巻いてあげるからこっちにおいで。しかし全然抜ける気配がないな。やはり体重が。自己申告をどう信じろと？まあまあ、はい、できたよ。さて、これからどうする？俺を出したままで。それを本気で言っているのなら、お前を食ってくれ。今一体どういう話を？俺が指輪の妖精だという話は前にしただろ。ねえ、聞きましたよ。俺は指輪をはめたことで、その相手の前に姿を現す。そして指輪を抜くことで指輪の中に戻る。ねえ、それで？現状こいつの指からは指輪が抜けないということは、俺も指輪に戻れない。戻れないと何か不都合があるんですか？終わりだ。俺は呼び出した相手から一定の距離を離れることができない。昨日のは？昨日のは強制送還というものだ。一定の距離以上離れると起こる現象だ。あれはすごく痛い。つまりその指輪に戻ることができないと、彼女と一緒に学校に行くことになると。ああ、やめてください。不可抗力にやめろも何も。指輪さえ抜ければいいのだがな。一つ質問いいですか？昨日の鳥っぽい女の子、あれは何だったんですか？今更なんだ。あれは俺の部下みたいなものだ。あの子の呼び出し方は？戻し方は？同じ方式でルエンさんを戻せないの？
試してみる価値はあるな。心の中で俺に帰還命令を出してみろ。取れたんじゃないかな。目の前で書き消えたし。うん、そうみたい。よかったね。これで学校まであの人を連れずに済んで。ほら、そろそろ家出ないと。うん、行ってらっしゃい。じゃあ行きましょうか。ええ、もちろん。とってもいい話よ。私、読むたび泣いちゃうの。授業一日ないんだって。なんでも今年は文化祭に力を入れたいらしいよ。昨日の朝の職員会議の結果らしいけど。おはよう、美作坊くん。おはよう。授業がないのは今日一日だけ。あとは放課後残ってやれって。うん、今日中に文化祭の出し物を決めろって話みたい。決めてないクラスがいっぱいあるからって。ほら、席につけ。出血取るぞ。アウト。くそ。悔しがるくらいならギリギリに来るな。というわけで、先ほど説明した通り、今日は一日ロングホームルームだ。じゃあ引き継ぎは学級委員どうぞ。はい。ご存知の通り、うちのクラスは劇に決まりました。進藤さん、本を借りていい？はい。ありがとう。おい、何黙り込んでんだよ。いや。どうしたの、美作坊くん。これをやるの。ええ、そうだけど。どうかしたのか。いや、なんだよ。
ほら、貸してみろよ。なになに？クラゲのクーラー。自動文学？進藤さん、内容をかいつまんで説明してもらってもいい？うん、喜んで。この物語の主人公はクーラって言ってクラゲなの。クーラは両親を海洋研究目的の人間に捕獲されて一人ぼっちになってしまうの。でもその研究所に囚われてた両親を助け出すためにクーラは奮闘するのよ。ん？どうしたの？まあ話は感動系っぽいから、とりあえず台本に起こしてみようか。それも作ったわ。そして全員分印刷済みだから。早いね。さあ主要キャラを決めましょうか。そうだね。配役が決まったので、一度通しで台本読みます。担当キャラが出てきたら、セリフを声に出して読んでください。じゃあ、最初はナレーションだから、あなたからね。長くないなら。嘘だよ。で、どうしたの？彼氏に二股かけられたの。散々私のことを可愛いって言ってくれてたのに、ひどいと思わない？可愛くなったね。最初はね、なんか、あ、この人もしかして私のこと？みたいなセリフで攻めてきたの。俺としては焼けるんですけど。あの人もこういう風に君に触れたの。彼女がいるくせによ。しかも年上の彼女、ひどいわよね。かれこれ2年になるかな。ううん、違うよ。あと年なら多分27歳。それって君が勝手に彼女気取りだっただけじゃないの？君の彼氏、一度でも君に好きって言ってくれた？それ、遊ばれてただけだよ、えっちゃん。遊ばれ？君の反応を見て楽しんでただけだよ。
今君が最も気を許している相手に注意して君を利用しようとしてる。ちょっと待てよクーラー。何？俺の足の下敷きになってるリュウ君。なあエッちゃん、彼氏に彼女がいたっていう話は誰から聞いたんだ？本人か？違うわ。じゃあそんな話信じるな。彼氏の方を信じてやれよ。でも本当だったら。本人に確認もしてないのに簡単に諦めるなよ。泣くな。泣くのは確認してからにしろ。もし玉砕したらその時は改めて話聞いてやるから。ん？おい、お前の番じゃないぞ。まあいい話はいい話なんだが、文化祭の激ムキじゃないっちゃないな。確かに。そうですか？クラゲのクーラは両親を助け出すために孤軍奮闘するんです。だからそのけなげな部分に感動して。いや、その目的意識は立派なんだけど、通常時のクーラの言動がひどすぎるよ。行動もだけど。ああ、このクーラの物語の何とも言えない空気が見ている側の精神を蝕んでいく。まあ関係ないが、このリュウ君はなんとなく優等っぽいよな。人に足毛にされる部分がか。ならクーラはお前にぴったりじゃないか。なぜそこで笑う？というわけで、この劇だと微妙にみんなで一致団結って感じがしないわけですが、どうしましょう先生。ああ、なら2番目に票の多かったデザート屋でいいんじゃないか。よかったな、ヤマセ。お前の出番じゃ。クーラはな。あなたが3年生を送る会の出し物でもう一度。一旦休憩入れるぞ。続きは後だ。はあ、やっと休憩か。他のクラスのやつらも廊下にいるね。本当だ。エサか。他のクラスは何をやるんだろうね。私ちょっとリサーチしてくるね。うわ、マジかよ。隣のクラスはどうやら女装喫茶やるみたいだね。ギッ、もっと重要あるやつやれよ。気色悪いな。似合うやつと似合わないやつがいるからな、ああいうのは。
ユウトのでかい声を断片的に拾った結果、女子は裏方みたいだよ。で、男子はみんなしてメイド服。女子がメイド服着た方がいいだろう。まあ興味本位で人は寄ってくるだろうけど、誰が着るかって、おいやめろって。あ、山瀬が隣のクラスの女子に引っ張り込まれた。みんなでゆうとくんの冥福をお祈りしましょうか。みさくも顔が笑ってるって。聞いてきたよ。2-2が女装メイド喫茶。女装メイド喫茶の間違いじゃないか。で、2-3がホストクラブ。なんだよその笑い方。で、2-4が大仏喫茶。みんなで大仏の被り物するんだって。まずいな、うちのクラスだけ普通じゃないか。でも話題性って大事だよ。このままだとうちのクラスカンコドリが泣いちゃいそう。おい、話し合い再開するから、2-1の生徒は教室に戻りなさい。さて、じゃあ戻りますか。はい、号令。